記事を迎えた浜、岡光明浜岡光明から1936年12月6日は、日本の実業家、政治家、関西貿易防止会社社長、京都日出新聞社主、衆議院議員などを歴任。1879年、商法会社を設立し、京都商事早報を観行。2年後の1881年には、現在の京都新聞の前身。 京都新報を発刊し、社主として京都財界の中心的人物となった。1885年には京都商工会議所の会長にも就任している。また1887年に設立した京都繊維会社には田中玄太郎らと共に設立発起人として参画。自らも経営に参加したほか、京都商工銀行、関西鉄道、京都ホテルの設立にも関与し、 京都実業界の大物として活躍した。在会での成功にとどまらず、地元京都では、深い議員、市会議員も歴任。1890年に行われた第1回衆議院議員総選挙にも出馬して当選し、京都選出議員第1号となっている。その後、第10回総選挙補欠選挙、第11回総選挙で当選し、衆議院議員を通算3期務めた。 京都の教育機関の設立にも積極的に関与し、京都市立ドイツ学校の第二代理事長に就任した、ほか、同志社大学設立発起人や、立命館大学の前身、京都法政学校の設立参上院などにもなお、連ねている。ありがとうございます。